させていただきます。2014年に設立されました品川ジュニアフィルハーモニーオーケストラは、小学校2年生から高校3年生までの団員が月2回の練習を楽しみに集まっています。プロの演奏家を中心とした指導群の生きた音楽に触れながら、仲間と共に音楽を作り上げる喜びを感じ、真剣に音楽に向き合っています。本日演奏していただきます曲は、1曲目はバッハ作曲主よ人の望みの喜びを演奏いたします。初心者でも演奏できるようにと、団長の中谷さんが特別に編曲されました。続いて2曲目に演奏する曲は、エルガー作曲威風堂々第1番です。その優雅で堂々とした雰囲気が日本でも人気がありまして、学校の卒業式などさまざまな場面で耳にする機会が多い曲です。それでは演奏していただきます。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、中谷勝彦編曲、教会カンタータより主よ人の望みの喜びよ。そして2曲目はエドワード・エルガー作曲威風堂々第1番2長調作品39-1、指揮は長田正人さんです。それでは2曲続けてお聴きください。Thank you.
SGPO の皆さんに2曲演奏していただきました。大人顔負けの素晴らしい演奏でした。皆さんありがとうございました。 SGPO では現在来年4月7日の定期演奏会に向けて準備を重ねていらっしゃいまして、本日演奏の2曲のほか、 SJPO としては初の公共曲となるドボルザークの公共曲第8番にチャレンジしています。団員募集中ということですので、今日の演奏を聞いてオーケストラに興味を持った方、ぜひ SJPO に参加していただければと思います。お気軽にお問い合わせください。ではぜひここで SJPO の皆さんに、インタビューをしてみたいと思います。毎年恒例でございます。はい、ではまずは団長の中谷さんでございます。中谷さんは本日あの主よ人の望みの喜びをの編曲もされていらっしゃいました。今日の演奏いかがでしたか？はい、多くのメンバーにとって今日が大きなコンサートホールで演奏する初めての機会ということで、とてもみんな緊張感もあり、ワクワク感もあるということで、楽屋でも非常にいい雰囲気だったんですけども、本番はですねものすごいいい集中力でみんな目いっぱいできたんじゃないかと思います。長田先生のあの満足そうな顔が印象的でした。はい、ありがとうございます。はい、先生も本当にあの長田先生も満足そうにこう袖に入っていらっしゃいました。さあそれでは皆さんにお話を伺いたいと思います。まずは手前から、溝川岳くんは小学6年生チェロを演奏してくださいました。今日の演奏いかがでしたか？あの僕が初めてあの今回チェロのトップをやらせてもらって、そのこんな大きなところでやらせてもらうのがやっぱり自分としても嬉しかったので、その経験を絶対に忘れないようにしたいと思います。はい、ありがとうございます。本当に大きな舞台で演奏するというのは大変貴重な経験になると思います。ありがとうございます。続いては、大野幸四郎君、中学校1年生でピッコロを演奏していただきました。はい、毎年あの実はインタビューをさせていただいておりますが、もう中学校1年生だそうです。はい、ね、あのいかがでしたか？今日の演奏ピッコロを演奏されたということですね。第9を歌おうこのインキュリアンで、去年はフルートだったんですけど今年は初めてピッコロを吹きまして、あのなんていうんですか、難しいとかそういうのよりも吹いているのが楽しいっていう、そういう感覚でしたね。はい、フルートとピッコロと両方吹けるということで大変これからも楽しみでいらっしゃいます。はい、ありがとうございました。続いては阿部翔一くん、中学校2年生で、はい、いらっしゃいますね。本日はバイオリンを演奏してくださいました。ね、SJPO の皆さん本当に舞台 の袖でも皆さん仲が良いところを見るんですけども、 SJPO のいいところはどんなところですか？まず友達がいっぱいできるし、仲が良くなってコミュニケーションも取れるんで、演奏してる時もやっぱそういうコミュニケーション力とか大切になるし、まあすごいとてもいい楽団だなと思います。はい、ありがとうございます。ね、本当にあの区内のさまざまな小学校からあのいらっしゃってますので、中学校ですね、小学校と中学校小中高までいらっしゃるということで、一人でねあの友達もいないところに入って、この中で友達ができるという大変そういった良さもあると思います。そして最後は新藤春奈さんですね。中学校3年生、実は1期から参加していらっしゃいまして、当時はまだ小学校4年生でいらっしゃったということで、はい、本日の演奏いかがでしたか？今日は初めてコンミスもやって緊張もしたんですけど、みんなでいい演奏ができてすごい楽しかったです。はい、でもう6年くらい 5年くらいですかね、はい、もうやっていらっしゃるということで、自分の成長も、ね、だんだん感じられたんではないですかね。はい、ありがとうございました。はい、中谷さんに最後お伺いしたいと思いますが、ね、あの4月には定期演奏会もあるということですので、はい、ぜひ宣伝の方をお願いいたします。4月の7日日曜日です。午後2時からスクエアエバラ平塚ホールにおきまして第5回定期演奏会を行います。曲は今日発表させていただいた2曲のほかにドボルザークの交響曲第8番を演奏いたします。その他あの管楽器弦楽器ともですね、少人数でのアンサンブル、非常にこれも指揮者もなくて自分たちでやらなきゃいけない緊張するものなんですけれども、団員たち今から一生懸命練習しております。
で、実は私ども団員を募集しております。ホームページ SJPO でジュニアオーケストラでもいいです、弾いていただければ出てくると思います。1月からでも入れます。で、全部は無理かもしれませんけれども、1月入った方でも4月の演奏会にも頑張れば出られますので、ぜひ、入っていただけたらなと思います。で、初心者でも入れる楽器がありますので、それもレッスンちゃんと指導者がついてきちっと教えますし、個人レッスンも紹介しますので、ぜひぜひ私たちと一緒に楽しいオーケストラを、体験してみたらいかがでしょうか。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。中谷さんとそして皆さんありがとうございました。はい、実はね、団員の方にはこの第九の演奏を聴いて自分も参加してみたいと思ってジュニアオーケストラに入った方もいらっしゃいますので、ぜひ今回今日の演奏を聴いて興味を持った方はぜひお問い合わせください。